皆さんこんにちは。先日キャンドゥからフェアリーから全6色が新発売されました。チップに塗った色見本はショート動画の方で先にご紹介させていただきましたが、こんな感じで透け感のある色合いととっても細かいシルバーラメがチラチラっと輝くのがすごく可愛いカラーです。コメントでもラメ感がフラッシュラメみたいで綺麗ですねとか、クリスマスネイルにも良さそうですねというコメントをいただいていますが、本当にこの繊細な細かいラメ感が粉雪のように輝くのがすごく綺麗です。結構クリア感のあるカラーなので、実際に地爪に塗るとどれぐらい発色するのか気になるところです。ということで今回はこのフェアリーシリーズ6色を実際に地爪に塗ってみて、どんな感じの色味かチェックしてみます。また動画後半ではこのカラーを使って簡単にできる冬ネイルデザインをやってみたのでご紹介します。ぜひ動画の方最後までご覧ください。それではどうぞ。では早速フェアリーカラー6色を実際に地爪に塗ってみます。まずはマジックピンクを塗ってみます。だいぶクリア感の強いカラーですね。一度塗りではほとんど色づきはなく、クリア感の強いカラーです。光に当たるととっても細かいシルバーラメがキラキラと輝くのが綺麗です。では二度塗りしてみます。二度塗りしても色味的にはほとんど色づきはないように見えるんですが、一度塗りに比べて白っぽいピンク色にほんのりと色づいた感じがあります。こうやって重ねて塗ることでラメ密度が上がってキラキラ感は増すんですが、キラキラしすぎないラメ感でさりげなく輝く感じがいいなと思います。結構ビズメに見せてくれるようなカラーです。オフィスネイルとかにも使えそうですよね。なんかこのカラーをワンカラーで塗ってポイントでちょっとキラキラっとしたストーンをプラスするだけですごく可愛くなりそうな気がします。こういうクリア感のあるラメ入りのカラーは色ムラを気にせずにささっと塗れるのが好きです。こちらはマジックベージュ一度塗りの色味です。こちらも一度塗りだとほとんど色づきはなく、クリア感の強いカラーです。ラメ感は先ほどのマジックピンクと同じ感じで、とても細かいシルバーラメが入っています。二度塗りするとほんのりとベージュ色に色づきました。クリア感のあるベージュカラーに繊細に輝くラメ感がプラスされてすごく綺麗です。ほんのりと色づく色合いと、このさりげなく輝くラメ感が上品さがあって指先を綺麗に見せてくれます。こちらはマジックブルー一度塗りの色合いです。一度塗りでほんのりと透明感のあるブルーに色づきました。ラメ感は先ほどと同じで、とっても細かいシルバーラメがチラチラっと輝きます。二度塗りすると色づき方が濃くなりました。色味的には深みのある青色で、二度塗りしても地爪が透ける透明感があります。この色味とラメ感が雪の結晶ネイルによく合いそうだなと思います。グラデーションネイルもしやすそうな色合いです。こちらはマジックレッド一度塗りの色合いです。一度塗りでほんのりと透明感のある赤色に色づきました。すごく可愛い色合いですよね。ラメ感は同じように細かいシルバーラメも入っているんですが、先ほどと違ってクラッシュホロのようなラメも入っています。ラメの輝きのカラーも赤色やブルー系に輝くものが入っていて、この赤色だけラメ感が違うようです。二度塗りすると色づき方が濃くなって、じゅわっと色づく色味が個人的にすごく気に入っています。血色感がよく見えるような赤色で、二度塗りしても地爪が透ける透明感があります。こちらもグラデーションもしやすそうなカラーで、チークネイルをやっても可愛くなりそうです。次はマジックブラウン一度塗りの色合いです。一度塗りでほんのりと透明感のあるブラウン色に色づきました。これもすごく綺麗な色合いですね。細かいシルバーラメとヌーディーなブラウンの色合いが、一度塗りでさっと塗るだけでもビズメに見せてくれるようなカラーです。二度塗りすると深みのあるブラウン色に色づきました。ラメ密度も上がって透明感のあるブラウンの中に輝くキラキラ感が綺麗です。ラメの輝きも上品で落ち着いた色味なので、オフィスネイルにも使えそうです。こちらはマジックパープル一度塗りの色合いです。一度塗りでほんのりとわずかに淡いパープルに色づきました。このほんのりと色づくパープルとこの細かいラメ感の組み合わせもすごく可愛いです。二度塗りすると色づき方が少し濃くなって、淡く優しく色づくパープルの色合いがめちゃくちゃ可愛いです。こういう淡いパープルは冬ネイルに使ってもすごく可愛いですよね。角度によって繊細に輝くシルバーラメと、この透明感のある淡いパープルが指先をとっても可愛く見せてくれるカラーです。
こんな感じで実際に地爪に塗ってみましたが、透明感のある色合いと繊細に輝くとっても細かいシルバーラメの輝きがすごく綺麗でした。このようなカラーなのでムラも気にせず塗ることができますし、グラデーションネイルも綺麗に作りやすいカラーだと思います。またシアー感があるので塗り重ねる回数でお好みの濃さに調整できるのもいいですよね。他のカラーをベースカラーに塗って塗り重ねても可愛いと思います。次は今回の新色を使ってこんな感じの冬ネイルデザインをやってみたのでご紹介します。どれもとっても簡単で可愛いのでぜひご覧ください。まずはこちらのデザインです。こちらのベースカラーはキャンドゥのアイボリーを2度塗りして硬化しています。次はマジックレッドを塗っていきます。爪の根元側に塗っていきます。グラデーションを作りたいのでこんな感じで薄く伸ばしていきます。こんな感じで塗れたら一度硬化します。で次はですね、爪の根元側を濃くするような感じで塗り幅を狭くしていきます。はい、こんな感じで塗れたら硬化します。爪の根元側に少しだけさらに塗り重ねていきます。ちょんちょんちょんと薄く塗っていきます。はい、塗れたら硬化します。最後にですね、ハケに取る量をかなり少なめにしてこのグラデーションをきれいに整えていきます。できたら硬化します。はい、硬化しました。そうすると爪の根元側から先端に向けて薄くなっていくようなグラデーションができます。次にこちらのハートピンク、こちらのカラーホロジェルを使っていきます。とハートが可愛いのでせっかくなのでハートをのせます。爪の根元側に塗っていきます。とのせたいホログラムを拾うようにして取っていきます。ちなみにこちらのカラーホロジェルは先日キャンドゥから新発売されたんですが、こちらの動画の方で詳しく色見本の方をやっていますので、まだご覧になっていない方はぜひチェックしてみてください。はい、こんな感じで爪の根元側に塗れたら硬化します。はい、硬化しました。これだけでも可愛いんですが、この上にさらにシールを貼っていきたいと思います。未硬化ジェルのベタベタが残っているとシールがうまく貼れないので、一旦ノーワイプトップコートを爪全体に塗って硬化します。今回使うシールはこちらです。先日ダイソーで見つけたんですが、こういう可愛い雪の結晶のシールがあったのでこちらを使っていきます。このふわんとした雪の結晶のシールも可愛いんですけど、この雪の結晶のシール、この大きめの雪の結晶とあと小さいのも貼ってみようかなと思います。あとは仕上げにノンワイプトップコートを爪全体に塗って硬化します。これで完成です。このようにお好きなベースカラーに今回の新色を重ねてグラデーションにしても可愛いです。雪の結晶のアートもこの繊細なラメ感によく合いますよね。このカラーホロジェルのハートピンクとの組み合わせもすごく可愛いんじゃないかなと思います。こちらの爪にはベージュ系でまとめてみました。こちらのデザインはベースカラーはヌードベージュを2度塗りしています。このグラデーションにしたラメカラーはマジックピンクです。こちらの根元側に使ったのはカラーホロジェルのハートホワイトを使いました。ナチュラルなヌードベージュに塗り重ねたこのマジックピンクの繊細なラメの輝きがさりげなくチラチラっとするのがすごく綺麗です。ハートホワイトのホログラムが雪が積もったような感じになって、こんな感じも可愛いんじゃないかなと思います。こちらのベースカラーはミルクブラウンを使っています。こちらのラメグラデーションにはマジックブラウンを使いました。そしてこちらの爪の根元側にはネイルタウンで購入したニュアンスホイール、こちらのライトゴールドを使ってみました。ネイルタウンのこのニュアンスホイール、これ結構使えるのでおすすめです。概要欄の方にもリンクを貼っておくので気になる方はぜひチェックしてみてください。ちょっと使うとすごく可愛くなります。こういうゴールド系をちょっと入れるとクリスマスっぽい感じになって可愛いですよね。ベースカラーのミルクブラウンからマジックブラウンのグラデーションもすごく綺麗なんじゃないかなと思います。こんな感じで今回の新色を他のベースカラーに塗り重ねてグラデーションにしても綺麗です。この繊細なラメの輝きと雪の結晶の跡がすごく可愛いのでぜひやってみてください。次はこんな感じのオーナメントをモチーフにしたネイルデザインです。こちらのベースカラーはラベンダーを2度塗りして硬化しています。次にマジックパープルを塗っていきます。これを丸く塗っていきます。はい、こんな感じでなんとなく丸くできたら硬化します。
次にカラーホロジェル、こちらのバタフライピンクを使います。細かいホログラムを拾ってこちらのオーナメントの下側に塗っていきます。こんな感じで塗れたら硬化します。こちらはネイル工房で購入したんですけど、こちらのリボンのスタッツを使っていきます。これすごい可愛いです。こちらのリボンのスタッツなんですけど、こんな感じでちょっとカーブが入ってるんですよね。なので爪に沿って乗せることができるので、これすごい良かったです。このサイズもこのオーナメントネイルにぴったりなので、このリボンのスタッツおすすめです。ここにベースジェルをのり代わりに塗って、でこちらのリボンのスタッツを乗せます。これで一度硬化します。ミラーパウダーを吸いたいので、ここで一旦マットにします。今回は余分なところについたミラーパウダーをさっと払いやすいネイル工房のノーミラー、こちらを使っていきます。爪全体に塗って硬化します。セリアのアイシングジェルを使います。こんな感じでラインを引きます。これで硬化します。では次にミラーパウダーをするんですが、今回はネイル工房の TR05 を使っていきます。ここにすりつけます。かわいい。余分なパウダーを払います。先ほども使った雪の結晶のシールも貼ります。このオーナメントの中に貼りたいんですけど、小さめの雪の結晶をちょっとこの辺に貼ってみようかな。こんな感じでかわいい。次にノーワイプトップコートを爪全体に塗って硬化します。次に粘土ジェルを使います。オーナメントのサイズに合うような適量を取ったら、このオーナメントの上にペタッと乗せます。これをですね、こんな感じでオーナメントの形に合うように伸ばしていきます。半球体になるような感じでぷっくりと丸く仕上げていきます。こんな感じでいろんな角度から見て綺麗に形が整ったら硬化します。次にもう一度マジックパープルを塗っていきます。オーナメント全体にもう一度塗り重ねます。できたら硬化します。仕上げにノンワイプトップコートを塗っていきます。爪全体にはもうノンワイプトップコートの方塗っていますので、オーナメントの上だけで大丈夫です。塗れたら硬化します。はい、これで完成です。めちゃくちゃ可愛いですよね。このぷっくりとしたオーナメントも可愛いんですが、この中にキラキラと輝くマジックパープルのラメ缶もすごく綺麗です。地爪に塗った色違いはこんな感じです。オーナメントの中に埋め込むラメのカラーやホログラムの色合いを変えると、また雰囲気が変わって可愛いです。クリスマスネイルにぜひやってみてください。最後にご紹介するアートはこちらです。囲みミラーアートの中に覗くクリアなラメ感が可愛いアートです。まずはマジックベージュを2度塗りして硬化します。次にミラーパウダーをすりたいので、一度ノンワイプトップコートを爪全体に塗って硬化します。では先ほどと同じこちらのミラーパウダーを使っていきます。この爪周りを一周囲むように吸っていきます。こんな感じで爪周りを一周囲むようにミラーアートができたら OK です。余分な粉を払ったらノンワイプマットコートを爪全体に塗って硬化します。セリアのアイシングジェルクリアを使っていきます。今ミラーアートをした部分とクリアなラメの境目、ここを囲っていきます。で、結構ボコボコした感じでラインを引いた方が可愛いんじゃないかなと思います。なのでこんな感じでアートしていきます。結構適当な感じで大丈夫です。こういう細筆がない場合は爪楊枝でやっても大丈夫です。意外とこういうアイシングジェルのアートって爪楊枝でもできるんですよね。そうだから、こういう筆がない場合は爪楊枝でやってみてください。ボコボコとしたラインで囲めたら硬化します。ではミラーパウダーを吸っていきます。かわいいですね。なんか額縁みたいな感じでかわいい。余分なパウダーを払います。こちらも中央に雪のシールを貼ります。パールとスタッツも置きたいので、ベースコートを塗り代わりに塗ります。パールとゴールドのスタッツを置きます。かわいい。こんな感じでのせれたら硬化します。あとは仕上げにノンワイプトップコートを爪全体に塗って硬化したら完成です。
囲みミラーアートの中に輝くクリアなラメ感が可愛いです。今回使ったネイル工房のミラーパウダーの色味もなんかちょっとアンティークなクリスマスっていうような感じがあって可愛いですよね。地爪の方にも色違いでやってみました。今回はマジックブラウンとマジックピンクでやったのでなんとなく雰囲気の近い感じになりましたが、違うカラーでやるとまたイメージが変わるかもしれません。これもクリスマスにぴったりなデザインなのでぜひやってみてください。地爪には今回はこんな感じでご紹介した3つのデザインを取り入れてみました。左手はミルクブラウンをベースカラーに、マジックブラウンをメインで使ってみました。サブアートの人差し指と小指はミラーフレンチにしてみました。右手は同じように色違いでヌードベージュをベースカラーに、マジックピンクをメインで使ってみました。今回キャンドゥから新発売したフェアリーカラーの6色が粉雪のように細かい綺麗なラメ感だったので、このようなデザインにしてみました。クリスマスネイルにも可愛いと思うのでぜひやってみてください。ということで今回はキャンドゥから新発売したフェアリーカラー6色を実際に地爪に塗った色見本と簡単冬ネイルデザインをご紹介しました。今回の動画が少しでも参考になったら嬉しいです。この動画が良かったと思った方は高評価お願いいたします。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。